MS-06S ザク2。ザク2の中で最も有名な機体はこの赤い彗星こと航空軍エースの一人シャア・アズナブルの愛機である。いわゆる S 型と呼ばれる機体で F 型を極限までフルチューンした改造機の一種である。100機ほど生産されたといわれるこの機体は指揮官およびエースへ向け配備されている。 F 型から構造材質の変更と軽量化、各種オート機能統括パーツのオミットが行われ、その加速性能は F 型を 30% も上回る。詳細なスペックは明らかになっていないが、もはやザクの姿を借りた別種の機体とも言えよう。本機シャア専用ザクはローズピンクとワインレッドの派手なパーソナルカラーで塗装。戦場を猛然と駆けるその姿はまさに赤い彗星であった。基本的に外観は F 型と同じであり、おおよそ形状のみでの判断はしがたいが、指揮官機に見られる角、すなわちマルチブレードアンテナが唯一 S 型の可能性を示唆している。そしてこの機体がルーム戦役時のシャア・アズナブル機である。ルーム戦役以前に行われた1週間戦争での功績が見込まれたシャアはこの有名な MS を配慮することとなる。全く同じ機体だが、この時点では指揮官マークをつけていない。戦士としての本能を存分に解放していた時代の機体である。彼はこのド派手な機体を借り、ルーム戦役において戦艦5隻を撃沈、二階級特進と赤い彗星の通り名を獲得した記念すべき機体である。 S 型のジェネレーターは F 型と同系列だが、 MYFG-M5ESX という高性能機へと転換され、徹底的な軽量化が図られている。兵装は特殊なものはなく、すべて F 型と共通のものが使用された。後に設計される R 型の生産機数は一般に78機とされるが、 S 型はそれに続く少数生産のおよそ100機。航空軍将兵の垂涎の機体であったことがうかがえる。この赤いザク 2S 型は連邦軍将兵を震撼させた、まさにザク2の代表選手ともいえる機体であった。残念なことにシャアが一時失脚した際、本機はその行方を失っている。